一番面白いワードウルフアプリ最強位決定戦というわけで今回はレビュー編です、はい、まあ、実際に、まあ、6つ、まあ、1個ブラウザでやるやつが入ってるんだけれども、まあ、やってみてどうだったかっていうのを操作性、ワード度、楽しさ、芸術点、まあ、うだわく点という形でちょっと星号システムで、まあ、総合点が高いやつが、まあ、宇田枠の中では一番おすすめのアプリだよという形でちょっと紹介していきたい、まあ、操作性はもうスマホの中での操作性のしやすさ、操作のしやすさ、同じこと言ったで、ワード度はあのなんだ、ゲーム的にその面白い単語だったか微妙な単語だったかっていうところ、楽しさはもう純粋に楽しかったか、で芸術点は、まあ、そのなんか出来の良さとかその独創性とか、あのここが良かった、なんか美しかったみたいなところ、うだわく点は、まあ、うだわく的にその今回はまだ2回3回しかやってないから2回3回やった上で判断する点数、というわけで、じゃあまず最初にね、新人狼ゲームワードウルフ、これどうだったよ、どうよひまわり。そうですね、私的には、まあ、操作性はシンプルで使いやすかったんじゃないかと思いますけど、うん、そうね、ああ、もう結構これあのアプリ探して一番最初に出てきたアプリなんだけども、うん、まあ納得はいくかなみたいなスタンダードっぽさは確かに、そうだね、スタンダード感あった、名前が入れられて、うん、で難易度もジャンルが結構いろいろ選べて、うん、で、まあ、今回はどうよ、セサミストリートとキャンプファイヤー、キャンプ場と海水浴場、いろいろね、振り結局一通りやって、うん、振り返って思うのはネタのセレクトとしては一番バランスがいい。そうね、うん、その固有名詞で来たのはやっぱいいよね、うん、でちゃんといい感じにこうなんだろう、あの絞り込みが難しくもなく簡単すぎもなくみたいな、すごいいい頃合いだった気はしますね。そうね、うん、ただ実際に楽しかったかっていうとどうあのね、まあ、ちょっとそのうだわく点っていう項目になってくるかもしれないけど、この時まだその我々が一度ワードウルフでやった時みたいに、うん、その当てられた人がその多数派を当てるっていうものがあるかもと思ってここを望んだんで、はいはいはい、あ、ねえんだ、終わっちゃったみたいな感じはやってたと思うんで、そうだね、だからただ一通りやってみて、うん、基本的にそういうものがないっていうことが後で分かったんで、ま、俺は一番こう、うん、王道かなっていう気は、はいはいはい、だからなんかこうならではの盛り上がりっていうのはその分欠けるかもしれない。そうね、確かにね、独創性っていう点ではちょっといまいちかなっていうのは。そうだね、そうだね、じゃあ、うん、それを踏まえて操作性は5、4、4にしときますか、最初ということでワードは4、まあ、4かな楽しさは3でいいんじゃないですか、芸術点は低いな、茶色かったから、あ茶色かったから、もっと可愛い色だったらよかった、1だ、2じゃねえんだ、もう少し辛口で、辛口でいこう、うざ点としてはまあ3、2でいいんじゃない、あ、いや、そっか、3にしときますか、3かな、普通っていう、まあまあまあって感じですね、うん、あるかないね、うん、まあこんな感じのね、新人狼ゲームワードウルフはまあこんな感じ、うん、じゃあ次、ワードウルフ、うん、シンプルイズベストなタイトルで、うん、でこれに関してはね、まあ、3種類選べて、はい、お子様ファミリー向け、はい、一般向け、大人向けっていうのが選べて、はい、で最終的には自分でも話題、あのお題を作れるっていう機能がついていて、はい、ただプレイヤーはプレイヤー1、プレイヤー2、プレイヤー3、固定みたいなね、これはねちょっとね、私手厳しくいかせていただきますけどね、今回あのなんだろう、いろんなね、そのオプションというかオプション的なプログラムみたいなものが多分この中で一番多いんだけど、いざ実際に蓋を開けてみると
え、それってそういうことなのみたいな、ちょっとこう蓋を開けてみるとちょっとがっかりの方が多いかなっていう感じはありました。確かにね、うん、ちょっとあの今回のお題が悪いのかもしれないんだけども、うん、まあガッテン寿司とはま寿司、うん、そのなんだろうマクドナルドとかならまだ分かるけれども、そうそうそう、寿司屋のチェーン店の名前出しちゃうっていうね、うん、どっちもピンとこなかったね。そうね、どっちもピンとこなかった、うん、あとはあのオラ野原しんのすけと、うん、俺の名前はルパン三世、うん、これもセリフかという。あとね、絞り込みが最初からその2つの事柄があまりにも狭い範囲の分かれ方だから、そうね、ちょっと拡張性っていうのはちょっと薄い感じはしたね、うん、ワードウルフって絞り込む楽しさがあるじゃないですか。そうだね、絞り込みすぎちゃうとまずいけど、でも絞らないと答え出せないよっていうのがあったけど、ある程度絞った上でさらに絞らなきゃいけないっていうね、うん、その最終的な最後の大人のやつが殺人事件と強盗事件だっていうのがさ、うんどっちも事件っていうのは同じで、そう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 、殺人と強盗を、うん、なんだろう、絞っていくっていう、うん、ちょっとなんか上級者向けすぎねえか、うん、まずどれだけそのゴルフでさグリーンに近づけるかみたいな楽しみとかが本来含まれるべきなのにパターゴルフやってたよ。うまいなそれ。そういうとしたらいいわ。ひまわりどうよこれ。周りはですね、ガッテン寿司はもう認められない。これが子供向けに入ってるファミリーに一番最初に出てくるお題としてはちょっと良くなさすぎた。確かに。そうなんです。もう、はい、こっちだったらまだ分かりやすかった。まだね、まだ残米だったの。あとで慌ててさ、ガッテン寿司調べたもんな。そう。そしたらさ、埼玉県に圧倒的に店舗数が多くてさ、埼玉県民の人ごめんなさいって感じだったよ。そう。意外に新宿区にもあったから。そう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 。我々が知らなかったっていうのもあるんだけれども、うん、あるんだけれども、うん、分の子知らなかったから、うんうんうん。ちょっとね、これは辛口でいこう。はい。じゃあ操作性、はい、操作性に関してはね、これね、トップ画面に広告が2個あったので、はい、俺的にはちょっとイマイチだ。はい、同意で。ワードド。これ1だな。1だな。これはもう間違いなく1だ。まあ、0はつけられないシステムになっちゃってるんで、うん、まあ、1だわ、これは。もう文句なしの1だわ。楽しさ。これはね、俺は2でいいと思うよ。これはね、俺ね、そういういじりの部分ではね、最も楽しかったんだよ。ああ、なるほど、なるほど。ツッコミのはね、そう、アプリで楽しむという観点で言うと、うん、楽しかった、俺は。なるほど、なるほど。ちょっとね、俺はね、これはね、偏見も交える3でいくよ。ああ、でも3。でも3。芸術展。芸術展、どうだったかな。でもなんか最初の設定画面みたいのは使いやすそうって思った気がする。あ、確かに、うん、パッと見分かりやすかった。そう、パッと見ね、分かりやすいんだよ、うん、期待度を高めると、うん、そうそうそう、期待度の高まり方は、そう、確かに高い位置だったからね。芸術点として芸術点としてはいいね、うん、まあ、読んでいこう、うん、はい、うざわくてそうだこれ今鼻で笑ったぜ。アミ君の観点で言うならば高く見てもいいかもしれないし、うん、がっかり度っていう単純ながっかり度で言ったら低くてもいいと思うんだけど、どうしようか。そう、動画的なクオリティで見てみようか。うーん、いや、ちょっと微妙だな。うん、2でいいや。2だ。2でいいや。2でいいや。ちょっとね、まだあと4つ残ってる。じゃあ次、あるある人の、まあね、あるあるネタとか、結構セクシーありなしとか、うんうん、まあ、ジャンルも選べるとか、うん、結構そのなんだろう、背景がなんか夜の街の背景で、あなたのなんか人狼が紛れ込んでいます、探しましょうっていう前説があって、うん、後説があってっていうところでね、結構これはなんかこだわりは感じたよ、うんうんうん、世界観がしっかりしてた、うんうん、人狼をやらせようっていう感じだったよね、うん、そうね、うん、そうそうそう、まあ追って言うでしょうけど、と触れると思うんだけど、芸術点で言ったら多分これ一番なんじゃない。そうね、これはね、俺5でいいと思う、うん、もう先に出しちゃおう、満場一致だと思う、その分ね、うん、ワードのチョイスってことね、ワードのチョイス度合いは
そうね、ワードのチョイス度合いで言うと、まあ、電車で足を組まない、うん、あ、なんか足を投げ出して足を開くか、うん、電車で足を開くと、その電車で物を捨てる、うん、と、あとは班長と掃除当番。これもなんかこう狭いよね、電車だけで起きたこととさ、あの、うん、教室内で起きたことっていうさ、そうね、絞り込み度合いも、あ、そっちなのみたいな、ちょっとこうちょっとなんかガクッとするチョイスだった。そうだね、どっちともそうだったっていうのがね、うん、なんかあのそういうセンスなんだ、うん、みたいな。そうだね、まあ、確かにあったね。あとどう思うだよ、あ、出た問題はどう思う、あのヒントがあの3つ出せるんだけどね。そうそうそう、1がどう思う2が2なんだっけな、やったことあるんですよ、なんだっけな、あ、やったことあるんだね、なんかそんな感じの、うん、なんか4文字ぐらいで、うん、これどう思うみたいな感じのやつ、うん、3つ目が誰が似合う、あ、そうだ、誰が似合うっていうのが固定で入ってるっていう、あれ多分固定だろうね、そうだよね、だから2回やったうち2回そうだったから、うん、班長に対してどう思うって何を広がらない広がらないし、そこで時間使っちゃうわみたいな、うん、ヒントじゃねえっていうところだったからね、これはちょっとね、あの操作性に関してはちょっと思うところがあったよね、うん、うん、2か1じゃないですか、操作性はちょっと2だね、うん、で、ワードのもね、そのチョイスがちょっといまいちなんだけれども、ただガッテン寿司よりかは、うん、まあまあまだ納得できる部類ではあるんだよ、うん、2じゃないですか、2でいいとこか、1ほどではないにせよ低いのは間違いない、ただ3かと3のスタンダードっていう真ん中かっていうとね、ちょっと3は与えられないかなっていう、そうだね、2.8 よりの2だね小数点は切り捨てで、うん、切り捨て、楽しさ、楽しさ、あのね、どう思う、どう捉えるかなんだよね、そうだね、俺らとりあえず2回か、2回やったからちょうどいい長さだったかもしれない3回目だと もはやどう思うはうざくなってくると思うどう思うは2回までだった、真ん中よみたいな、天丼はね、イラッとくる、どう思う天丼は2回まで、うん、どう思う天丼で終わらせたからそれなりに楽しくはあったから、ああ、なるほどね、うん、ただその背景とか、うん、そのなんか設定とかで見せてくれるっていう点も考えると、うん、まあ、これはね、楽しさ的には確かにありっちゃありなんだよ、うん、2とも言えないし、4とも言えないんだよな、3だな、3だな、ああ3だな、3ばっかだな、うだくて、はい、今回ので見るとどう思うはかなりね、俺ら引っ張られたからねちょっとね、このツッコミのしやすさで言うとうだくてとしてはちょっとポイント高いんだよ、うん、たぶんね、アプリ的にはどう思うじゃなくてどう思うっていうスタンスだと思うのだけど、もうちょっとね、あまりにもそう芸術点が5じゃないですか、あの世界観の練られ具合に対してのどう思うってノリ軽みたいな、それは楽しかったよ、この中に人狼が紛れています、さあ人狼を探し出しましょう、どうやっとこうかこれ4、誰が似合う、なかなか無駄点は高いと思います。無駄点は高い。まずじゃあ次、はい、ピンクウルフ、うん、もうこれはもう一点特化型だよね、そうだね、もうマリカーでいうところのクッパみたいな、うんうんうん、操作性はね、あのもうこれはもうあの頭がバカなやつ向けっていう、うん、限りなくボタンを少なくしてるっていうね、うんうん、っていう点ではね、非常に好感が持てる、うんうん、なんか矛盾が少ないというか、すごいこうブレなさ、うん、軸のしっかりしてる感じ感じるから、うん、印象としてはとてもいいよね、うん、やっぱね、あとパリピ向け、まあ、あの合コン向けみたいな感じで写真撮ったりとか、うん、そのもう下ネタしかないですよっていう、うん、そのなんか他のやつだとまあアダルトありなし選べるみたいな、うん、なんだけど、もうこれ選ぶ余地がない、ソフトとハードだったからね、フェラと行くだから、ね、まあ最初のお題がフェラガモと、うん、あ、そう、フェラガモとフェラガモとルイ・ヴィトンで、
2つ目が経年と育。フェラガモ・ルイ・ヴィトンがソフトです。そうね、ソフトとハードと経年と育がハードそうね、その2択っていうのもまたね今思うとなかなか程よいんじゃないかな。結構秀逸っちゃ秀逸かもしれない、うんうん、というわけでね、操作性は俺ね、うん、いいと思う。ただ、あのカムイが1回 NG 出したからそこは操作性としては悪かったんだろうなっていうのが、ね、写真のところがそう、ぐだる可能性もありですよという話。ワード度、ワード度はひまわりさんどうですか。ワード度、ワード度女性の観点から見てちょっとひまわり的にはちょっと NG かなっていうのがあって、まあ、ひまわりだからなんだけど、まあ、ひまわりなんて、ひまわり、ひまわり1 女性はやっぱりね、あのピンクウルフだから、うん、やっぱあの男は絶対盛り上がっちゃう、うん、俺は女性の意見優先しましょう、うん、ちょっとね、ハードがね、ちょっとハードすぎ、ハードすぎ、攻めすぎ、攻めすぎ、なんかもっと遠回しな言い方だったら面白いかもしれない。なるほど、合コンでやったらどうよ。ひまわりは盛り上がれない恥ずかしくなって、あ、そうですねってなる。あ、苦笑いしてその場をやり過ごすことに努める感じ、うん、パリピ系だとやっぱり盛り上がるかもしれないけれども、うん、そこに一人だけなんか、あのなんかこういう感じの子がいたら、もうダメだねと。そうだね。ただでも、そういう子がいいって思ってしまうのもまた男の罪深いところだよな。まあ、そうだよね。そこでちょっと嫌だってなってるところを、そうだよねってすり寄る人狼がいるかもしれないよな。そう使いようだからな。アプリはもう使いようだよ、もう。ゲームの目的と外れてますけどね。狼見つけるゲームだからね。間違いじゃないよ。狼になっていくゲームだからね。じゃあ楽しさ。これね、俺は楽しかった、うんうん、俺はね、うん、4か5でいいと思いますね。山井さんどうですか。あのマネージのイエイイエイってやつが面白かったから、これは面白かったに同意する。なんて言っちゃう、なんて言っちゃう。そうだな、でもちょっとそういうノリについていけない人のことも考えて4かな。結構だけな結構だけな楽しかったっちゃ楽しかったからね。お、芸術展、芸術展まで、なんだろう。俺でもコンセプチュアルっていうんですか。そうそうそう。コンセプトに忠実って意味では、俺は高い。高いね。読んでもいいんじゃないかな。ポップアーティストだよね。そう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 。ピンク一色だったよね。うん、そうそうそう。日展に載せる気なんかさらさらないよっていう感じ、ね。そう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 。だからアバンギャルドを貫いてっていう、まあ読んでいいか、はい、読んでいいのか。はい。ウダークセ。俺は宇田博的にはこれが一番高くしたいなぐらいですけど、ね、いや、ワード度で名誉の1点を授かってるんで、ここはちょっと間取ってごっこにしてもいいんじゃないかと俺は思う。そうね、確かに宇田博的にはっていうか俺的にはちょっとひまわりさんのいいあのシーンが撮れたのでこれは5でいかせていただきます。撮れ高かったですね、もう恥ずかしい。マネージが心から楽しそうにしてた。続いて大人のワードウルフ、うん、これは大人の、まあ、ピンクウルフについでの大人のワードウルフっていう点で、我々がちょっとハードルを上げすぎたっていう点を加味したとしても、うんうん、ちょっとな、ちょっとね、2番選手はね、2番選手はちょっと言い過ぎだ。単純に順番の関係だ。ちょっとね、まあ、お題としては、性癖とコンプレックスっていうと、うん、100歳のババアと14歳の母。そうだね、なんかずれてんだよ。そうだね、そう、下ネタでもねえし、うん、なんか大人のってそういうみたいなのが感想として出ちゃうみたいな、うん、ちょっとね、ご老人向けスマートフォンみたいなね、なんかもう本当にちょっと介護的な感じがしちゃうんだよ、なんか。あ、そうそうそう、だからさ、うん、なんだろう、お年寄り向けじゃなくてさ、うん、ヤングとアダルトのアダルト向けみたいな。うん、そう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 。ちょっとなんか、世代ずれてるなっていう感はしたよね。そうなんだよね。宇田枠の男性陣はエロいのを求めてたからね。そう、そこを期待してしまったから言うのも、あれもあるかもしれないけど。間違えちゃったからね。エロくなかったね。エロいにしても、ちょっとこう、なんか、劇画っぽいエロとかが、こっちでは、そう、ね、
エロの住み分けが果たされるかなと思いきや意外になんか肩透かしだったかな。そう、まあ最初のお題が性癖とコンプレックスだからさ、うん、性癖だったら例えばそのなんかじゃフェチとかさ、うん、まあ、意味同じだけど、うん、カタカナだから、うん、コンプレックスってっていう、なんかね、うん、ちょっとね俺的には納得いかない。だからそのフックの部分が性癖っていうのはちょっとフックの方としては弱い。そうね、確かに弱いね、うんうん、ただや脇フェチとかだったらさ、うん、グホってなるわけだ、うん、グホってどういうリアクション、興奮でいいの。なんか興奮でもあるかもしれないし、なんかそれ来ちゃうのかよ。ちょっと人笑い、うんうんうん、性癖ってね、ちょ抽象的な、もうちょっと掘り下げて初めて成立する話だ。もうちょっと一歩踏み出すのが大人なんじゃないのっていうさ、うん、これをそう、ちょっとねワード度は低いな。低いね、1でいいよ、ワード度は1でいいと思います。楽しさ、楽しさ、これもそんな、なんかこれは真ん中にはしたくない、ちょっと3じゃねえな、2じゃないですか、2でいいか、うん、芸術って、あのね、うん、字小せんだよ。そうだったね、読みずれんだよ。あれそのマネジのスマホ使ってたんだけど、アンドロイドで、あのマネジのスマホが字を最小設定にしていたのかもしれないけれども、うん、それを加味してもちっちゃい、うん、カメラに映んねえんだよ。むしろアダルトが使うのであれば大きい方がいいんじゃないか。どんだけアダルト想定してるんだよ。ピントが合わせなんだよ。まあ、芸術点というよりも操作性はやっぱ低い。操作性だね。操作性だな、うん、ちょっと低いかな。あ、2かな。操作性。うん、操作性は悪かったな、うん、そういう意味では。うん、いや、お題の変更ができるっていう点では非常にいいんだよ、うんうんうん、最初の画面で最初のプレイヤー1、最初の人が、あのお題がなんか気に入らなかったら変更っていうボタンを押すと、うん、その別のお題に切り替えるっていうことができるんだけれども、うん、そういう点はね、まあ、評価できるかなとはあるんだけども、うんうん、じゃあ切り替えたところでどうなのっていうところを鑑みるとちょっとなっていうね、うんうん、ちょっとこれは芸術点も低いかな。なんかね、工夫している感じはあるの。あ、わかる、うん、なんか模様とかあったりとかして、そう、ね、大人な感じだった。大人な感じはね、うん、すごい出てる。シックなデザインだったんでね、うん、じゃあこれ3かな、一応、うん、おしゃれ度はちょっと高かったね、うん、我々の感性には合わなかったっ、ね、そうですね、うざくせという点で見ると1でいいか、うん、はい、うん、厳しめにいきましょう。いや、ガチでレビューしてんな。最後、ブラウザのワード人狼、うん、まあ、ブラウザという点で、うん、ちょっと、まあ、操作性に関しては、ちょっとお察しっていう感じだね、うん、タイマーもちょっとついてないし、うん、まあ、ブラウザでタイマー出せっていうのも無茶な話かもしれないから、うん、だけども、ちょっとね、うん、ちょっとねっていうのは、操作性に関しては、これは申し訳ないが一致だな、うん、まあ、しょうがね、性質上しょうがね、うん、で、ワードね、車椅子とマッサージチェアと、うん、数字の9とアルファベットの小文字の9、これはね、一番にしたい、これは秀逸だったね、うん、まあ、やっぱりそのこのアプリはやっぱり開発者がワードを出しているのに比べて、このブラウザは全世界の人からお題を募集できるっていう、この強みがやっぱ出たね、うん、出たね、いや秀逸だったわこれ、うん、これはやってて面白かった、で、まあ、楽しさ、うん、楽しさもやっぱそういう意味ではやっぱ平均点は高いんだよ、うんうん、まあ5はちょっと違うかなとは思うんだけど、4はいいんじゃないかなって気がする。そうね、うん、ちょっとねそこなんだよね、うん、ピンクほどの熱狂があったかというとそうではないんだけど、ね、なんかうおーって盛り上がりがおおってさ、ちょっとあの渋いドキュメンタリー映画見た後の、そうだね、渋さはあったね、そう、うん、ハリウッドのアクションじゃねえんだけど、うん、胸に来るものはあったなっていうところ、うん、そうそうそう、芸術点ちょっとね、芸術点の私ですぐらい、うん、ああれはなかなか良かったんじゃないですか。そうそうそう私ですこれってさ、なんで9のコン
文字なのかってさ、その血を出してるんじゃなくて、何こういうこと？え、よだれじゃない？あ、よだれか。わかんない。なんでわざわざこれにしたんだろうっていう謎はある。いろんな顔とかにしてくれたらもっとね、高かったかもしれない。あ、なるほどね。ショボンとかさ、シャキーンとかね。あ、確かにね。そうそうそう。そこはちょっとな。あるから。そう。どの人もみんなよだれたり。みんな笑顔でよだれたら。知人しかいなかった。私ですっていう人しかいなかった。点で言うとね、まあ、ちょっとあの、まあ、ブラウザのその仕様なのかもしれないけれども、やっぱ芸術点は低いなっていうのが、まあ、2かな。色味も少なかったしでもね、ウダークで高かったとは思うけどね、高かったと思うんだけども、ちょっと数字の9と英語の9はちょっと動画映えしなかったなっていうのは確かに。動画映えね。プレイヤーとしてはかなり、そう、プレイヤーとしては熱い駆け引きが楽しめたんだけど、はいはいはい、果たしてそれを放送事故ギリギリのあれが楽しめるのかっていうちょっとなーっていう、やっぱクロウト好み系だなっていうのはどうしようかな。初心者には厳しいかもしれない。そうね、うん、ちょっとこれは3かな、うん、そうだね。というわけで、うん、全アプリ、ブラウザのレビューが整ったわけだけれども、整いました。ちょっと合計点出してみようか。はい、というわけで出揃いました、はい、総合点としましては、新人狼ゲームワードウルフが15点、ワードウルフが12点、アルアル人狼が16点、ピンクウルフが18点、大人のワードウルフが9点、あとブラウザー版のワード人狼が15点ということなので、ウダークで最も面白いとおすすめするワードウルフはピンクウルフだー！イエーイ！まさかのね、ひまわりさんの1点を獲得した上での高評価宇田川君のチームカラーの、ね、ショッピングピンクが、そうね、生きたんじゃないピンクだからね、ピンクだから。いやでも実際にあの面白かったからね、うん、まあ確かにね、下ネタがダメっていう人には、まあ、おすすめできねえよ、うんうん、ただ下ネタも OK な人たちでやるのであれば、一番盛り上がるのは間違いない、ね、これで、写真が私は良かったなと思う。あ、そうね、写真システムのね、システムがとても良かった、うん。最後にちょっとその結果でね、その自分のお題と写真でなんかこう喋ってるみたいな、吹き出し、LINE みたいな、うん、が出るのがね、ちょっと間抜けさを誘うっていうの、人笑い、もうまさにパーティーゲーム用アプリだね、うん、これもうコンセプト勝利だよ、うん、実践的なのがやっぱよりいいと思う。やっぱその場で盛り上がるっていうのはいいと思うね、うん、そうね、うん、辞典が、あるある人の、うん、あのちょっとね、さっき触れてはなかったけど、オンラインできるっていうのはそういう意味ではそのピンク人狼とはちょっと対極で、そう、ね、あのその場じゃなくてもなんならオンラインだったらよりあるある人狼みたいなやつの方が盛り上がるのかもね。オンラインこれしかできない。あ、そうか、まあ、ただ実績解除とかもできたりしてたからね、うんうん、あ、一人でも遊べるところ、うん、それはやっぱ高評価だね、うん、別の評価基準になっちゃうからあれだけれども、ただまあそれを抜きにしたとしてもこの高評価っていうのは結構ね、うん、やっぱその人狼どうなんだろうな、その世界観凝っててよかったっていうところが、うん、まあ、その人狼を知ってる人にとってはよかったっていうのがあるのかな、うん、もうこれただ他のなんか15点を出し抜いた要因は多分どう思うなんだよ勝負の決め手そこなんだよ、どう思う、あれがあったからね、あれがあのギャップ萌えだね、うんうん、だ多分これ2回目までで16点だから、そう、ね、3回目以降だと低くなくなってきちゃう、あれはもう歌わくて、ね、うん、あれはもうしょうがないでは同率の3位で新人狼ゲームワードウルフとブラザー版のワード人狼、まあこれはやっぱりスタンダードだなっていうところだね、うん、だから一般大衆の人にまずおすすめするって言ったらやっぱこれだと思うんだよな、そうだねスタンダードでやるかアプリでやるか、うん、そうね、
パソコンでもできますよか、うん、スマホでやるならこれみたいな。良くも悪くもやっぱシンプルだもんね最初の。そうね、うん、とっつきやすさで言うとやっぱナンバーワンかなっていうのは、うんうん、平均だね、まさに。なんかオプションで差をつけようとして失敗してるやつもあるからね、うん、どことは言わねえけどそうね、はい、そういうのが一切無駄を省いて必要最小限でっていう意味では確かにポイント良かったわ、もうそして、はい、次はガテン寿司。ガテン寿司あのさ、あのさ、ワードでさ、まさかさ、ガテン寿司出るとは思わないよねそこで意表をつかれたっていうかさ。そうね、なんかほら、実際にあるお店じゃん、うん、だからなんかそういうのをちゃんとその答えとしてさ用意できるっていうのはなんかガッテン寿司に許可もらってるってことだよね。いやそんなことないでしょ、勝手にやってんの。勝手にやってるでしょそんなこと言ったらフェラガモとあのルイ・ヴィトンだってさ。あ、そうだねきっと作った人が埼玉の人なんだよ仕方ないんだよ、笑いながら言ったらダメだよ。すいません、すいません、私ちょっとガッテン寿司知らないものでいやだからネタのチョイスは悪いよ正直言ってこれを初めてワードウルフってどういうゲームなんだろうってやってやってガッテン寿司出たらはぁで終わるよ。そうだね、初ワードウルフでそれはかなりかわいそう、うん、ガッテン寿司はまだいいよ、はま寿司もっと前にあるんですよ、ね、そうね、はま寿司って聞いたらさ、うん、ちょっとあの回転寿司なのかもちょっと分かんないじゃん。分かんない。そのなんかあの沖であの限定でやるなんか、うん、あの手まり寿司の沖寿司みたいなものなのかな、うん、みたいな。あ、そうそう、だから店の名前かもよく分かんないですね。両者が出て初めて回転寿司のチェーン店だったっていうのが、同じひらがな2文字だったらくら寿司にしとけよって辛辣カッパ寿司とね、くら寿司。そうだ、カッパ寿司とくら寿司とかさ、カッパ寿司とスシロー、寿司三昧、スタミナ太郎、なんでもいいけど、なんか有名どころ、俺の中での有名どころであればさ、まだ納得いったけど全国チェーン店が良かったっていう ね、まあインパクト強かったよね。ね、そうね、一発目でこれだったからねちょっと印象そこで悪くなっちゃったのかもしれないよ、うん、で、そのここまで感じを持っているのにもかかわらず、なお従える大人のワード人狼、大人のワードウルフ。これはな、まあ、これはダウンロードしない方がいいわ。まあ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 。もう言うぞ、言うから。ババアって言っちゃってるもん、100歳のババア。100歳のババアはね、いただけないね。ちょっとね、うん、大人のって言ってるくせにババアって言ったら子供だよ。そっか、うん、そうだね。それはいいね、まとえてるよ、その通り。そう、名前変えた方がいい。なんて言う、なんて言う。そこそこ面白いかもしれないワードウルフ。割と本気のガチめのレビューをかましましたけど、うん、まあ、あくまでも、まあ、宇田枠の今回のメンバーで、まあ、2回ほど試して、はい、ちょっとあの1個3つ3回やったけれども、まあ、2回ほど試してみての感想ではあるので、やり込んでの感想ではない。ただその、まあ、2回しかやっていないとはいえ、ここまで差が出るかっていうね、のは確かにあるものだから、うん、まあ一参考としてはね、うん、ぜひ参考にしていただければ、うん、下ネタが大好きなのであればピンク、うん、でまあ下ネタまあそれなりなのであれば、新人狼ゲームワードで、ぼっちでも楽しめるあるある人狼、これちょっと正式名称ね、あのもっと投げんだよ、あるある人狼だったらもしかしたら出てこないかもしれない、うん、アイコン載せてるんで、このアイコンのやつ、あとは知らんまあお好きにどうぞ。そうね、あくまで個人の感想です、個人じゃねえや、あくまでウダー君の感想です、うん、参考にするかどうかはあなた次第です。というわけでね、ちょっと今回は毛色を変えてお送りしました一番面白いワードウルフアプリ最強位決定戦でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
割と勝ちレビュー順当なんじゃないか、うん、まあまあ、だろうなみたいな順位だったもう12点9点はとても妥当だと妥当だねピンクルーが1をもらってもなお他で評価だった、うん、実際なもちろんあったからな